こんにちは。松はいつも一人の松です。2021-2022 シーズン UEFA チャンピオンズリーグラウンド4セカンドレグ、ビジャレアル対リバプールの総括プレビューを行っていきたいなと思います。こちらのラジオはただいま紹介しました試合の大きなネタバレを含む内容を話すラジオになっていますので、試合内容結果等を知りたくないという方は一度ラジオを止めていただいて、試合をご覧になられた後にもう一度こちらのラジオにお越しいただければなと思います。では早速始めていきます。ビジャレアルのホームでありますエスタディオ・デ・セラミカで試合は行われました。ビジャレアルはウナイ・エメリのもと 4-4-2 の形です。ゴールキーパールジ、フォーバック右からホイト、アルビオル、パウトーレス、エストゥピニャン、そして右にロチェルソ、パレホとキャプエの中盤に左コクラン、2トップはジェラール・モレーノとディアという形できました。で対するリバプールの方はユルゲン・クロップのもと 4-3-3 の形です。ゴールキーパーアリソン、フォーバック右からアレクサンダー・アーノルド、コナテ、ファンダイク、ロバートソン、3センター右にケイタ、アンカーにファビーニョ、左にチアゴ、そして右サイドにサラー、左のウィングにマネー、ワントップジョタというような形でございます。では得点シーン紹介していきます。前半2分20秒ビジャレアルが先制点を取ります。左サイドのエストゥピニャンからのクロスをですね、ファーサイドでキャプエが折り返し、折り返したボールをディアが進入してきて合わせて先制点を取りました。で39分30秒さらにビジャレアルは追加点を奪います。パウトーレスのフィードから右のスペースで受けたキャプエとパスを通しまして、そのキャプエが一度深い位置を取るんですけれども、タッチが乱れたことで、シンプルなクロスをすぐに入れることはできませんでした。ただその中でボールをキープし、深い位置からの切り返しからのクロスに、コクランが頭で合わせて追加点を奪いました。で後半61分、リバプールが1点取ります。ファビーニョの持ち込みからですね、右のサラへ、そして持ち込んで、サラへとパスを出したファビーニョが、そのままボックス内の、右のニアの方を取るような、ランニングを見せて、そこから、サラから受け取ったパスをそのままミドルシュートというかね、シュートを打ちまして、ゴールキーパールジの股の下を抜く、シュートを決めまして、1点取り返しました。で66分、さらにリバプールは追加点を奪います。右サイドアレクサンダー・アーノルドのクロスにルイス・ディアスが、頭で合わせて追加点を奪いました。そして73分、リバプールはさらに追加点を奪いまして、ケイタからの背後へのパス、ハーフラインを、越えていたということで、オフサイドはなく、それに抜け出したマネがゴールキーパーのルジ、そして対応に来たホイトをかわして無人のゴールへと流し込み3点目を取りました。以上で得点シーンは終わりまして、セカンドレグの合計スコアは2-3、そして、ファーストレグ、そしてセカンドレグの合計スコアを合わせまして、2-5という形でリバプールが決勝へ、駒を進めることが決まりました。では各チームのお話に行きたいなと思います。ではまずホームのビジャレアルから行きたいなと思います。まずですね、すごかったですねビジャレアルね。今日のビジャレアルに対して賞賛がないっていうのはなんかちょっとこう なんていうのかな、 人としてというか、なんかこう今日のなんかビジャレアルになんかあんま厳しいこと言うのはさすがにちょっと良くないんじゃないかなって思うぐらい本当によくやってたんですよ。前半は特になんですけれども、まさかハイプレスハイラインで来るとは思ってなくて、一応ね、試合前 のこちらの試合前に、徹底予想みたいなものをラジオも出させてもらってるんですけど、基本は構える形で来るんではないかなと思ってたんですよ。で、ある程度リスクを考えた中で、あまり前かかりに出すぎるとその背後をリバプールだったら効果的についてくる可能性があるんじゃないかなと思って、ある程度スペースを埋めた状況で、左サイドに起用した、スピードのある選手だったりとか左サイドからのチャンスをクリエイトして、そこで、決定機だったりとかチャンスを作っていくっていうことを、僕は、結構考えてはいたんですけど、エメリはそういう対策を取ってこなくて、もう本当にハイプレスハイラインプラスそこでボールを奪い切ると、もうダイレクトで、ボールを叩きながら一気にチャンスにつなげていくと。でとにかくやっぱりリバプールほどのチームとはいえど、やっぱりダイレクトでワンタッチでボールを叩かれると、やっぱりボールのスピードに人間の足っていうのは、ついていかないですから、
特にプロのレベルの選手が切って蹴ったパススピードによる、そこでまあしっかりと相手のマークを外しながらボールを推し進めていく、もうそのあたりも非常にうまくって技術レベルも本当に高くって本当に素晴らしかったです。あとはですね、ジェラル・モレーノとキャプエが非常に効いてましたね。あのモレーノがやっぱりこうワンタッチで叩いたりとか、まあ、中央でのまあポストプレーのような、まあ、叩きもうまかったし、まあ、キャプエがね本当にこうあの右サイドで幅を取るような選手の、まあ、ニアゾーンを、はい、走っていく、まあ、深い位置を取るランニング、まあ、そこから実際、まあね、あの得点シーンも生まれてますから、本当にこういう、なんていうのかな、相手にとって一番嫌なランニングだったりとかを行えるチームっていうのはやっぱりどれだけ強い相手であったとしてもやっぱり嫌だし、もう相手にとっては本当にこうね、もう対応するのがもう本当に厄介な相手になってくると思うんですよ。でそのパフォーマンスを本当に前半通して本当によくやってたんですよね。もう本当に称賛しかないんですよ。でもう戻りの意識も非常に高いし、あのサポート力、いわゆるその相手のウィング、まあ、サラーだったりマネだったりとか、まあ、この突破力もあるようなタイプの選手と、基本的には1対1の状況を作らないように必ずサポートが来たりとか、その状況での、まあ、ボールダッシュもそうだし、そこからのつなげるボールもそうだし、とにかく質も高いし、チームとしての共有力も非常に高い。で、まあ、基本的にハイプレスを仕掛けるときも、まあ、センターバックに対して2枚の2トップでアタックに行って、両サイドで、まあ、サイドバックにアタックで、浮くアンカーの、まあ、ファビーニョに対しては、まあ、基本的には2トップで、まあ、制限かけながらセンターバックにアタックしていく、まあ、コースカットみたいな、ね、形でのプレスをかけていくので、まあ、リバプールとしてもやっぱりそこからの背後のボールだったりとかね、当然狙ってくるんですけども、やっぱりそこで狙ってきたボールも当然マネだったりサラだったりとかボールを収めることもできるし、そこでね、一気に、まあシュートを決めてしまえる、まあ、タレントではあるんですけども、まあ、ラウル・アルビオル中心にあのセンターバック陣も非常によくやってましたから、対応できてましたからね。なんか前半を見ていると、あの、まあ、先制点取った後からもそうですけれども、正直ねこんなにできるんだなって思ったんですよ。本当にちょっとね、いい意味で期待を裏切られたというか、なんかハイプレスとかができないっていうイメージはなかったんですよ。もちろんできるとは思ってたけど、普段そこまでやっていないからこそ、その連動とかいう部分でどうしてもズレとかが出てくるんではないかなと思ったんですよ。もちろんね、完璧に行えてたかって言われたら、まあ、そうではないシーンも時折ありましたよ。もちろんリバプールの質にかわされてしまうっていうシーンももちろんあったのはあったんですけども、そうとはいえど、まあ、前がかりに出なければならない状況で見せたこの形とやり方と、そして選手たちのもう本当に犠牲心、本当にチームに勝利を、もたらすための、まあ、努力と走行、本当に運動量相当、やってましたから、前半からね、まあ、このスピードで、この運動量を出して大丈夫かなと、やっぱり思ったんですけども、まあ、あの結果的にね後半逆転された理由はやっぱそこにあって、やっぱり90分通してやっぱりこのパフォーマンスっていうのをキープすることはやっぱ難しかった、うん、やっぱり普段やってる、まあ、リーグのレベルもそうだと思うし、こう争ってる、まあ、あの対戦相手とのなんていうのかな、まあ、争いって言ったらいいのかな、まあ、その辺でやっぱりリバプールっていうのは乗り越えてきたその壁の多さが違うので、今のところにヨーロッパの中でも現状本当トップオブトップのチームなので、やっぱりこういったところで2失点したとしてもなんか焦ってなかったんですよね、リバプールの選手たちって。だそこがまあ、差として出てしまって、ビジャレアルとしてはこうプレスもなかなかかからなかったりとか、こう行こうとしてもやっぱりもう後ろがついてこなくなってきてたりとか、もう疲労度的にね、そこでスペースだったりとか、まあ、隙だったりが生まれて、そこをまあチアゴだったりとかね、アレクサンダー・アーノルドだったりとか、この辺りの選手にもう疲れまくって、もう最後はもう本当にもう我慢の限界が来て、やられてしまう、そういった展開になったんではないかなと思います。ただですね、やっぱり今日の試合、特に前半のパフォーマンスはもう本当に称賛に値すると思うので、ビジャレアルの、ね、サポーターの方々、本当にまあ素晴らしいチームを応援されているなと思います。来シーズンね、チャンピオンズリーグ舞台に出れるのかちょっとわからないんですけれども、このチームはね、まあ来シーズンもしかしたらね、まあ、数選手抜かれるとか、まあ、もしかしたらあるのかもしれないですけれども、もう一度、チャンピオンズリーグの舞台でまた
戦えるというねことをまあ期待していますし、このパフォーマンスをキープしてリーグ戦も戦っていてもらえたらなと思います。本当に素晴らしい試合でした。で対するまあリバプールの方なんですけれども、まあビジャレアルのね、まあ、最初のハイプレスハイラインに、まあ、めちゃめちゃ困ってたっていうわけではないんですけども、やっぱりねリバプールの選手といえどやっぱりこう自分たちが行っていきたいやり方だったりとか自分たちの特徴だったりとかをねもちろん数多く持ってますから、一つ潰されてもその次の手次の手っていうのを持ってるんですけども、やっぱりそのところどころで出していくボールにやっぱりビジャレアルの選手たちが非常にうまく対応してきたので、リバプールの選手としては自分たちが行おうとしていることはできてはいるんだけど、その先ねやっぱりこう相手のなんていうかな、まあ、犠牲心だったり、まあ、体を張るっていう部分に我慢強くやられてしまって、まあ、苦しいというかねちょっと難しい前半になってしまったのかなと。だから本当にね、普段のリバプールとほぼ変わんないんですよ。プレスの、まあ、回収もとにかく早いし、ネガティブトランジションも早いし、まあ、ハイラインがねしてくる相手だったらその背後をしっかりと狙って、まあ、サラだったりマネだったりを使った攻撃を行っていくっていうのも、まあ、普段通りのリバプールと同じなんですけれども、まあ、そこで、まあ、なんていうかな、普段だったら見せられているような個の圧倒的な質での、まあ、決定力だったりとか、そこで貯めたものを、時間を作って、上がってきた他の味方の選手たちを使ってうまく連携をして崩して、得点を取ってしまうみたいなこととかも、まあ、普段のリバプールだったらまあできるし、まあ、今日のリバプールも普通にできるんですけども、今日の試合の特に前半に関してはちょっとビジャレアルが本当によくやってたので、これに関してはリバプールの選手たちもこう多分思ってたと思うんですよ。今日のビジャレアルの選手たちはすげえって。多分それぐらいやっぱ選手たちの、まあ、やっぱ立ち位置とかもやっぱアレクサンダー・アーノルドとかもやっぱり普段の位置よりもだいぶ低い位置で仕事してることも多かったので、やっぱりこうなってくるとねリバプールとしてもなかなか自分たちの特徴である攻撃っていうのも、なかなか、たくさん出していくっていうのは難しい状況だったと思うんですね。ただですね、まあ、後半に入って、まあ、ジョタに代えてルイス・ディアスを投入してから、まあ、一気に流れは変わりまして、まあ、当然ビジャレアルの、ね、選手たちの疲労っていうのが、まあ、あったのは間違いないんですけれども、まあ、そこでさらにこうなんていうのギアを1個上げる、交代策を持ってるプラス、ドリブルで仕掛けられるようなタイプの選手を投入できるっていう、この今のリバプールの選手層っていうのはちょっとこうなんていうのかな、多分今世界でも 1,2 ぐらいのレベルのベンチ層だと思うんですね今のリバプールって。でその中でその出てきた選手もこうなんていうのかな、悪目立ちしないじゃないですか。なんかこう浮くことってないじゃないですか。なんかこうチームとしてのこう構成だったりとかデザインとかを中途半端にしてたりとか、チーム全体でこうベンチの選手だったりを含めてチーム作りしてない選手チームだったりすると、途中から出てきた選手たちがなんかこうふんわりしてたりとかふわふわしてたりすることってね、まあ、あるチームもあったりするんですけど、今日のリバプールも、まあ、普段のリバプールもそうですけど、まあないじゃないですか。でここがねなんていうのかな、もう本当最強たるゆえんというか、もう本当にこうどんな敵でもかかってこいや感というかね、いやその手がダメなら僕私こんな手もありますよみたいな、本当ねもう常に後出しじゃんけんできる状況だし、こう後出しじゃんけんできない状況でも力でねじ伏せることもできるし、でそのじゃんけんの時にちゃんと相手のことも分析して相手がこういう出し方をしてくるよっていうのも考えた上での采配もできるっていう、もう本当にねもう鬼に金棒とはまさにこのことだなと思うんですけども、まあ、とにかく、まあ、後半は本当により多くの動きを、生み出して、ちゃんとビジャレアルが疲労を溜まってきた状況を考えた上でちゃんとボールを動かして人を動かして、生まれてくるスペースをしっかりと使って攻撃を行ってで最終的には決め切る、もう本当にねもう盤石、もう本当にもうヨーロッパの、まあ、トップオブトップのチームが見せる、まあ、勝者のフットボールだったと、思います。本当にね、リバプールのサポーターの方々は多分もう今のリバプールに対してもう誇りしかないと思うんですけども、もう他サポである、まあ、私から見させていただいてもこのチームを
まあ、応援している方々って多分非常に気持ちいいと思うんですよ。本当にやっぱ監督のあのパッションもそうだしね、本当にこういいチームを応援してるなとは思うんですけれども、私はね、まあ、マンチェスターユナイテッドのサポーターであることは変わらないので、リバプールのサポーターに移ることはね基本的にはないのであれなんですけど、ただ一サッカーファンとして見させてもらった時に、このリバプールっていうのはやっぱり全て理にかなったものをちゃんと準備した中でチーム補強も行ってこういったチームが出来上がっているので、さすがの、一言だったなと、思います。リバプールのサポーターの方々、そしてリバプールの選手たち、監督、フロントの方々、本当に決勝進出おめでとうございます。対戦相手はね、翌日の、まあ、試合、レアルマドリードかマンチェスターシティかのどちらかになると思いますけれども、まあ、どちらが上がってきたとしてもリバプールの実力があれば倒すこともできると思うので、またね、その先のチャンピオンズリーグ決勝のラジオもまた出させていただくので、その時はよろしくお願いします。そして、まあ、ビジャレアルのサポーターの方々、選手たち、まあ、フロントの方々もまあ含めてですけれども、今日本当に素晴らしいものを見させていただきました。ユベントス、そして私のバイエルンも倒して、リバプールもに対してももう一泡吹かせる、ね、パフォーマンスを見せたと思うので、本当にもう本当に、まあ、ダークホース的な役割だったのかもしれないですけれども、本当にこう勝利に値するようなパフォーマンスを今まで見せてきて、ここまで上がってきましたから、あの本当にね、あのリーグ戦だったりとかチャンピオンズリーグとかの、まあ、過密日程だったりとかでね、大変な状況だったと思うんですけれども、本当にベスト4まで上がってきたことは本当に賞賛に値すると思うので、本当におめでとうございます。はい、ということで以上になります。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram もやってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。